りが大好きな少年がいました。いつもは 2,3 匹の小魚を釣ってはそれで満足していましたが、一度でいいから大きな魚を釣ってみたいと思っていました。少年はその日も朝起きるといつものように釣り竿と弁当を持って湖に出かけて行きました。湖に着くと少年は草むらに隠れて早速釣り糸を垂らしました。今日はいい天気だな、水も穏やかだし、ひょっとしたら大きな魚が釣れるかもしれないぞ。少年は期待に胸を弾ませて魚がかかるのをじっと待ちました。ところがもうお昼だというのに一匹もかかりません。少年はもう腹ペコで持ってきたリンゴをかじりました。ミルクも飲みました。すると甘い匂いに誘われて蜂が飛んできました。小鳥も蝶も飛んできました。なのに湖の魚たちは知らんぷり。なんだか眠くなってきました。うとうとしているうちに少年は大きな魚を釣った夢を見ました。はっと目が覚めるとすごいことが起こっていました。浮きがものすごい勢いで水の中を動き回っています。少年は竿を掴んで力いっぱい引っ張りました。魚と少年の力比べです。それにしても大きな魚です。こんなに大きい魚を見るのは初めてです。魚はついに力尽きて岸に引き上げられてしまいました。少年はまじまじと魚を見つめました。なんとも言えない誇らしい気持ちです。少年は魚を両腕に抱え家に向かって走り出しました。お母さんきっと驚くだろうな。ずっしりと重い魚です。帰り道はいつもと違ってずいぶん長く感じました。途中で農場のおじさんに会いました。おじさんはその魚売ってくれないかと聞いてきました。冗談じゃない、少年はそう思いました。誰にもこの魚を食べさせないぞ。この魚を必ず幸せにするんだ。少年はそう心に決めました。大きな魚を抱えて少年は家に帰ってきました。うわ、見事なお魚を釣ってきたわね。お母さんの驚きようは半端ではありません。でもそんな大きなお魚困ったわね。どうすればいいのかしら。そうだ、お風呂の中で泳がせるといいかもね。少年はそう言うと部屋にお風呂を運んできました。それからお風呂に水をいっぱい入れて魚を中に入れてやりました。魚くん、ここは湖じゃないからゆっくり泳げないと思うけど、静かだしここで我慢してね。でも魚はどう見てもゆったりくつろいでいるとは思えません。少年は牧場に行って花を摘み、花束をお風呂のそばに置いてやりました。夜になると魚に本を読んであげてお話をいっぱい聞かせてあげました。魚はじっと我慢してお話を聞いていましたが、気分が良くなることは決してありませんでした。次の朝起きてみると魚は病気になっていました。少年は急いでお医者さんに診てもらうことにしました。お医者さんは
魚の口の中を覗き込みました。どうやら風邪をひいたようだね。そう言うとお医者さんは魚の頭に包帯をぐるぐる巻きました。それから少年に薬の瓶を渡してこう言いました。いいかい、この薬を大さじ1杯1日3回あげるんだ。帰り道、町は人でガヤガヤしています。高い家も気になります。ひっきりなしに車が通り過ぎて行きます。それで魚はますます弱ってしまいました。魚と一緒に家に帰ってくると、魚をまたお風呂の中に入れてやりました。そして薬も飲ませました。魚はまた水を得て喜びました。明日になればきっと元気になってるよ。魚はそう言うとお風呂の中で眠りにつきました。魚は夢を見ていました。ヒレが羽に変身して窓から空に向かって鳥のように飛んで行きました。空飛ぶ魚です。下の方には家や木が見えます。見上げると月が光っています。空を飛んでいるうちに自分が住んでいた湖を見つけました。魚は嬉しくなって宙返りをして水の中に飛び込みました。そこで目が覚めました。なんだ、夢だったのか。がっかりして魚は思いっきりお風呂に体当たりしました。次の朝早く、少年は薬を持ってきて魚に聞きました。魚くん、今日の気分はどう？うん、とても元気になったよ。でも僕はお風呂の中では生きられないよ。もう気がおかしくなりそうなんだ。少年は魚の話を聞くうちに魚にすまないことをしたと思いました。魚が幸せに生きられるところはどこなのか少年には分かっていました。少年は魚を腕に抱えると湖に向かって歩き出しました。時が来ました。少年は魚をそーっと湖に放してやりました。魚くん、さようなら。少年は大きな声で叫びました。魚はヒレを振って嬉しそうに湖の中を泳いで行きました。すると甘い匂いに誘われて蜂が飛んできました。小鳥も蝶も飛んできました。なのに湖の魚たちは知らんぷり。なんだか眠くなってきました。うとうとしているうちに
少年は大きな魚を釣った夢を見ました。はっと目が覚めるとすごいことが起こっていました。浮きがものすごい勢いで水の中を動き回っています。少年は竿を掴んで力いっぱい引っ張りました。魚と少年の力比べです。それにしても大きな魚です。こんなに大きい魚を見るのは初めてです。魚はついに力尽きて岸に引き上げられてしまいました。少年はまじまじと魚を見つめました。なんとも言えない誇らしい気持ちです。少年は魚を両腕に抱え家に向かって走り出しました。お母さんきっと驚くだろうな。ずっしりと重い魚です。帰り道はいつもと違って路のそばに置いてやりました。夜になると魚に本を読んであげてお話をいっぱい聞かせてあげました。魚はじっと我慢してお話を聞いていましたが、気分が良くなることは決してありませんでした。次の朝起きてみると魚は病気になっていました。少年は急いでお医者さんに診てもらうことにしました。お医者さんは魚の口の中を覗き込みました。どうやら風邪をひいたようだね。そう言うとお医者さんは魚の頭に包帯をぐるぐる巻きました。それから少年に薬の瓶を渡してこう言いました。いいかい、この薬を大さじ1杯1日3回あげるんだ。帰り道、街は人でガヤガヤしています。高い家も気になります。ひっきりなしに車が通り過ぎて行きます。それで魚はますます弱ってしまいました。魚と一緒に家に帰ってくると、魚をまたお風呂の中に入れてやりました。そして薬も飲ませました。魚はまた水を得て喜びました。明日になればきっと元気になってるよ。魚はそう言うとお風呂の中で眠りにつきました。魚は夢を見ていました。ヒレが羽に変身して窓から空に向かって鳥のように飛んで行きました。空飛ぶ魚です。下の方には家や木が見えます。見上げると月が光っています。空を飛んでいるうちに自分が住んでいた湖を見つけました。魚は嬉しくなって宙返りをして水の中に飛び込みました。そこで目が覚めました。なんだ、夢だったのか。がっかりして魚は思いっきりお風呂に体当たりしました。次の朝早く、少年は薬を持ってきて魚に聞きました。魚くん、今日の気分はどう？ずいぶん長く感じました。途中で農場のおじさんに会いました。おじさんは、その魚売ってくれないか？と聞いてきました。冗談じゃない。少年はそう思いました。誰にもこの魚を食べさせないぞ。この魚を必ず幸せにするんだ。少年はそう心に決めました。
大きな魚を抱えて少年は家に帰ってきました。うわ、見事なお魚を釣ってきたわね。お母さんの驚きようは半端ではありません。でもそんな大きなお魚困ったわね。どうすればいいのかしら。そうだ、お風呂の中で泳がせるといいかもね。少年はそう言うと部屋にお風呂を運んできました。それからお風呂に水をいっぱい入れて魚を中に入れてやりました。魚くん、ここは湖じゃないからゆっくり泳げないと思うけど、静かだしここで我慢してね。でも魚はどう見てもゆったりくつろいでいるとは思えません。少年は巻き場に行って花を摘み、花束をお風呂。釣りが大好きな少年がいました。いつもは 2,3 匹の小魚を釣ってはそれで満足していましたが、一度でいいから大きな魚を釣ってみたいと思っていました。少年はその日も朝起きるといつものように釣り竿と弁当を持って湖に出かけて行きました。湖に着くと少年は草むらに隠れて早速釣り糸を垂らしました。今日はいい天気だな。水も穏やかだし、ひょっとしたら大きな魚が釣れるかもしれないぞ。少年は期待に胸を弾ませて魚がかかるのをじっと待ちました。ところがもうお昼だというのに一匹もかかりません。少年はもう腹ペコで持ってきたリンゴをかじりました。ミルクも飲みました。